で今日の、ホスト上条君、はい、全国のテレビ放送でこれだけ流れてるのはやっぱ上条君だよ。今日のテーマはじゃあ今年会社で個人で何を変えたか。いや自分の家庭でもいい、4人目の子供ができて一つ部屋を作った、変わったこと、変えたことは今年会社の中でも家庭のことで嫁さん変えたってじゃないと、それでは、皆様の発見と私がそういう役目で二人が仲良くなればいいかなと、下の子が来月から、保育園に入れそうなのでまた働き方がちょっと仕事に集中できるといいなと、そのトレーニングをちょっとしようかなって思ってます。新橋の早朝からやっているゴルフ練習場の2軒を買いまして、大体自己面積では倍くらいの広さの本社に移転することができました。自分自身ゴールデンウィーク返上して、山小屋を借りて、社員研修をしてました。また来月からうちの家内がうちの会社に復帰をしてきまして、いよいよせめて両替をやることにしましたそれが陸前の暗記できました。これから私もセブンに行くことが多分多くなるんで、今年最大に変わったところというのはですね、弊社もアドセクという会社を設立して今8期目を迎えましたが、変わったことといえば、うちの商品は医療品なんですけども、おお、ダブル技が引き合いがすごく増えてきて、ちょっと忙しくなるところなんですけれども、今年は沖縄と京都とアメリカまで息子と一緒に出かけました。で皆さんに喜んでいただけるような精度の高い仕事ができるように、そう思うと感謝に耐えない気持ちでいっぱいですからこれからうちの従業員に対しては頭を下げながら、いつも小指を低く垂れながら会社に通いたいと思ってます。会社として何か変化だったらことはないんですけども、おかげさまでうちのネパール人の中にはそういう被害に遭った家族とかですね、そういった方がいなくてよかったなと思いますけど、去年後期迎えまして70になると、あんまり変わっちゃいけないと、なんか70過ぎて変わると大体いいことが少ないんじゃないかという年になったんですがまあこういうことをやってると多分女房が感謝してくれて、これからの人生もまた充実したものになるだろうと、その社員とその家族も大切にしていきたいというところで、今年からの宝石の小売ですね、B2C の、小売を始めたというのが大きな、変化になりまして、これ食べられます。で同時に、無料鑑定会っていうのをやらせてもらいたいということで、スーパーさんとかに、場所をこの長漬け1つ分ぐらいの場所を貸してくださいということで、私はこの国に、必要とされるような一つの職業に、していきたいなということを思ってます。人が変わる手助けをということで、これからこんな感じでぜひまた来月も来てもらいましょう。